よっと。皆さんこんにちは、ホモサピです。みんなさ、鯉の刺身食いたくね？疑問に思ったことはありませんか？なんで海の魚は生で食べるのに川の魚は食べないんだろうって。なので今日はあの鯉を捕まえて刺身で食べようと思います。まずはここの川の鯉がどれぐらいバカか調べましょう。どれぐらいおじさんに染まっているか。川で釣りしてるとよくいるね、鯉を取るな、ここの鯉はわしが育てたっていうおじいちゃんがパンをあげるおかげでパンでめっちゃ釣れるんですよ。こちら普通の食パンですね。この釣り針にかけると、パンを投げてみるぞ、釣り竿で。あ、いいね。お、あー、あ、見てる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 。早くも、あれ、意外とパンの引きが弱いな。あいついつになったら起きる、起こしてやりましょう。あいつなんか、あいつらバカなんでね、やっぱ自然の血が弱いのかな。まだ寝てるでしょ、あれ。おら、いや、これでも起きないんかい。おお、起きた起きた。やっぱ品種改良された種ってバカなんすね。これで取れんじゃないの、この網で。そっからさ、大ジャンプしてあいつらの真上に飛び込めばワンチャン取れるっしょ、これ。今ね、と網が禁漁なんでタモで取るしかないんですよね。ウェーバー機関に悟られないようにそっと近づいて。あ、気づいてない気づいてない。シャラッ。あ、まだいるまだいるまだいる、ここにいるわ。ウェーバー機関っていう骨があって音に敏感だから、どんどこしたら出てくるんだろう。お、なんか来た来た来た、横から。お、めっちゃいた、めっちゃいた。え、取れる、取れ、取れた取れた取れた、めっちゃいた。え、取れる、取れ、取れた、待って、取れた。なんか取れたわ。やっぱ色付きバカだね。まあ味は一緒だからね、エリ好みしないことよ。金魚もね、味は普通の船ですから。まず締めます。ではここで3枚におろしていきたいところなんですけど、淡水魚には人間に寄生する寄生虫がいます。それらは大抵淡水魚を生で食べることで感染するんですけど、今日はねこいつを刺身で食いたいんですよ俺は。でも学校中は寄生されると皮膚の中を這いずり回って目の神経をやられて失明したりね、関係虫は下痢を引き起こしますし、横川球虫は寄生されると飯を食っても食っても栄養を摂取できない体になってしまいます。それは嫌なので今日はねこいつを冷凍します。寄生虫を殺すにはね、加熱するのがセオリーなんですけど、マイナス18度以上の低温で数日間冷凍することでも殺せるんですよ。今言ったやつらはね、殺せないやつもいます。だから刺身を食いたいのであれば冷凍すればいいんですね。マイナス18度以上で4日から5日冷凍するのが今出てる安全基準なんですけど、低温であればあるほど日数がどんどん短くなっていきます。普通の家庭用冷蔵庫だとせいぜいマイナス15度がいいとこなんですよ。けどね、この世には素晴らしいものがありまして、よっこらしょ。液体窒素です。液化した窒素なんでマイナス200度ぐらいの低温なんですよね。これを使ったらまあ急速冷凍なわけじゃないですか。だからより美味しくかつ迅速に食べれるのではということで、本日はこれを使って鯉を冷凍していきます。液体窒素を、よっと。今でも結構カチカチなんですけど、もっともっとかけていきます。まだ表面しか凍ってないんでね。おら、だいぶ硬いね。もうこうやって持てるもん。こりゃ寄生虫も死ぬだろ。学校中もまさか寄生虫生においてマイナス200度に触れるとは思わんだろうな。じゃあこれで持って帰ります。持ち帰ってきました。こいつをさばいていくんですけど、その前に今回のテーマである寄生虫なんですけど、そもそも本当にいるんかと。いたとして液体窒素で本当に死ぬのかを確かめます。より寄生虫がうじゃうじゃいるウグイを観察してみようと思います。まあ、同じ鯉の仲間ですね。鯉イカなんで鱗を剥がして鱗をスライドガラスに乗せます。これを丁寧に広げて水を一滴、カバーガラスを乗せます。顕微鏡にセットして、これが鱗の模様で、表面にいる時はいるんですか。これだ、これですね。これはね、おそらく横川球虫のメタセルカリアです。この子ウニョ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 動いてますけど、ここに至るまですっごい頑張ったんですよこいつ。まず収縮種の動物の腸内で親が産卵します。でうんこに混ざって卵がポロって出て、それが雨で川に流れます。でその川の中にいるカーニナとかの体内に潜り込んで成長してセルカリアっていう状態になります。でセルカリアになったら貝の体を破り出て、また水中にファーって出てきます。で今度は魚の体内に潜り込んで非能幼虫っていう状態に成長します。非能っていうのはこのカプセルみたいなやつで、これにくるまれてるんですね。でこれがメタセルカリアって呼ばれます。この魚を生で加熱しないでパクって人間が食べるじゃないですか。魚の身は胃で消化されるんですけど、この膜があるおかげでメタセルカリアは消化されないんですよ。で生きて腸まで届きます。ここまで来てやっと我々人間に感染できるようになるんですよ。めちゃ頑張ってるんですよこいつは。じゃあこの寄生虫を、こちら液体窒素です。こちらを液体窒素にイン。
はい、もう OK。 一瞬で大丈夫。もうこれでマイナス196度に冷えてます。顕微鏡で見ていきましょう。これだ、この丸っこいフォルム。冷凍で膨張して体が破裂して完璧に死亡してます。とりあえず横側吸虫が大丈夫ってことは、まあ他の大体の寄生虫もまず死ぬでしょうということで、刺身で食えるということです。こいつをさばいていきます。この錦鯉もさ、近隣住民が勝手に放流したりね、まあひどいと漁協がね放流してる場合もあるんですけど、めちゃくちゃに外来種ですからね。ブラックバスと同等かそれ以上に環境汚染してますこいつら。あくまでも逃がした人間がいけないんですけどね、鯉っていうだけで許されてますからね。今のところ日本文化に根付いてるから。よいしょ。じゃあ一食分はこんなもんにしとくか。これが鯉の刺身です。匂いを嗅いでみます。おー、匂いはねないですね。生臭さもできるだけ拭き取ったんでないんですけど、実はあの川上流に生活排水がありまして、ゲオが怖いんですよ。わさびでしのげるかちょっと不安なんで、いろいろと薬味を準備しました。では小鉢に鯉を入れて、この上に薬味を重ねていく。まずみょうが、次大葉、ネギです。鯉の上に乗せて小ネギも散らし、生姜上に散らす。ポン酢ドバッとかける。最後ごまを振ります。あ、うまそう。完成しました。鯉の薬味まみれです。まあでもまず薬味に逃げてるって言われるんで、鯉単体でいただきます。いただきます。え、うまっ。嘘だろお前、何この鯉、めっちゃうまっ。俺が人生で食った鯉で一番うめえ。え、うまっ。なんだこれ、脂乗ってんな。あの赤身、マグロ赤身ぐらい脂乗ってる。噛んでるとコクが出てくる。ここの鯉を刺身で食うの自分初めてなんですけど、長野で食べた鯉のアライ、あれを想像してたんだよね。とんでもねえ、めっちゃ脂乗ってるわこいつ。え、やば、俺錦鯉染色になろうかな。主食錦鯉にしようかな。なんでこんなうまいんだマジで。考えられるとしたら、あそこの川にいる餌やりジジイがめっちゃいいパン使ってんだよ多分、長熟とか。それか液体窒素で急速冷凍したのがいいのか。日本人100人に食わせたらね、120人がうまいって言います。これは薬味が邪魔だもん。もはやごちそうさまでした。もう寄生虫とかどうでもいいよ、ここまで来たら。